美しい川の音を聞きながら、いいですね、これ自然はいいわ。はい、こんな感じで今ちょっと岩の上乗ってるんで危ない。抵抗感覚が、いいですね、本当に。よし、誰もいないこの川、そして向こうはね、見てくださいよ、ちょっと見えるかな、紅葉が。どうしたらこの綺麗な紅葉が見えるのかな、わかりますか。向こうだけが太陽が、この光が入ってまして、ちょうどこの紅葉の木々を照らしているというね、すごい綺麗なね、このでこちら側はちょっとこうマイナス色のたっぷりの川の誇りを歩きながらですね、このね、あの太陽の光が入ってるところのコントラストがね、この水面にね、こう何とも言えない光をこうね放ってるね、このね水面が好きなんですよ、僕。鳥の鳴き声、川のせせらぎ、静か。人は誰もいません。僕たちだけです。みんな各々自由時間を今過ごしてます。この透き通った水見てくださいこれ。ということでですね、少し、川の、散歩をしてまいりまして、ここはね、和歌山ですよ、和歌山市から、まあ、本当に車で本当に近い近場なんでね、素晴らしい場所です。これはね、まあ、場所を言ってしまうと誰かに来られたら困るけれども、まあ、とにかく和歌山、はい、君野町桃山あたりということにしておきましょう。ということで、このキャンプ場なかなかいいですね、はい、自然に今癒されているところでございます。はい、またライブ配信できたらやります。ということで、素晴らしい自然からお届けしました。